皆さんこんにちは。庵野茶道生活へようこそ。今日は福岡県に来ています。こちらの映像、何を作っているか分かりますか？実は釜を作っています。そうです、今日は茶の湯で使う釜、茶釜を巡る旅に来ました。訪れたのは芦屋釜の里、約3000坪の日本庭園や茶室、芦屋釜の資料館に復興工房があります。復興？ちょっと気になるワードですね。学芸員の新郷秀弘さんにお茶を一服いただきながらお話を伺っていきたいと思います。芦屋釜は千利休がわび茶を大成するよりも前の南北朝時代から作られた喫茶専用の釜で、茶釜といえば芦屋釜と言われるほど室町中期に一世風靡をしました。わび茶が広まりを見せる室町後期になると、茶釜の主役は栃木県の天明釜へと移り、やがて京都の三条釜庵座で作られる京釜が主流となっていきます。その後いくつかの要因が重なり、江戸時代初期に芦屋釜の製作は途絶えました。製作は途絶えるものの、江戸時代の大名茶人や明治以降の数寄者などに珍重されました。美術品としての評価も高く、今現在国の重要文化財に指定されている茶釜9点のうち8点を芦屋釜が占めています。もう少し歴史を遡ってみましょう。新郷さんのお話によると、初期の茶釜は裏方の道具でしかありませんでした。その様子は南北朝時代に描かれた簿記言葉の絵巻から知ることができます。お茶はお客様の前で立てるのではなく、裏で立てられたお茶を室内にいるお客様に運んでいたのです。廊下の端に風呂と釜が据えられ、僧がお茶を準備している様子が見えます。そして冒頭でご紹介したように、室町中期に茶釜は観賞用としての価値が高まっていきます。それを示す資料に座敷飾りの秘伝書、訓台館総長記があります。茶の湯棚飾りと表題があり、室町時代の会所では高価な唐物と一緒に茶釜と風呂が飾られていました。芦屋釜もこのように飾られたと考えられます。実用的な道具から鑑賞の対象となった芦屋釜、その特徴や魅力について一緒に見てまいりましょう。まずは薄さです。芦屋釜の厚みは2ミリ程度、極限といわれる薄さです。一般的に流通している茶釜は3ミリ程度なので、1ミリの厚みはそのまま釜の重さに比例します。茶事では炭手前など釜を持ち上げてまた戻す作業が発生します。正座をしながら腕の力だけでその上げ下げをすることを考えると、この1ミリの差は使い勝手がいいのです。しかし2ミリの釜を作り出すことはたやすいことではありません。鋳型で均一な2ミリの隙間を作り、そこに鉄を流さなければならず、いい文字の高い技術が求められます。次に形と文様をご紹介します。形はしんなりと呼ばれ、口の立ち上がり部分が湾曲した栗口であること、貫付きは原則として鬼面、鬼面と書くものの形状は竜の頭を思わせます。時代を経るにつれ獅子面や亀なども作られるようになります。胴部には風呂にかけるための羽がついています。ただ芦屋釜の多くは長年の使用で底が傷み、別の底に入れ替えられているため、その補修の際に羽をかけ落としたものがあります。地肌は滑らかでナマズの肌に似ていることからナマズ肌と呼ばれています。胴部には風景や動植物、幾何学文など
さまざまな文様があり、またあられを呪文としたものがあります。玉を作る際に足合い文字に伝わる引き中語法と呼ばれる技法を使っています。引き中語法で作られた釜の内側は凹凸がなく滑らかな肌感となっています。そのため近世に足合写しとして作られた釜との違いを判別するのに重要な技術ポイントとなっているそうです。足合釜の復興に取り組んでいる井文字の樋口洋介さんがあられを打っている作業風景を覗かせていただきました。一つ一つ丁寧な作業が続きます。口には小さいあられを押し、胴にかけて徐々に大きくするなど微妙な調整をしながら、しかし規則正しく呼吸を整えて職人の手で覚えた技術と勘で一周をぐるりと打っていく。その数は4センチ近くあり、根気が求められる気の遠くなるような作業です。文様が描かれた茶釜には松梅酢や梅竹酢など松竹梅が使われています。これは中国の宋の時代から始まった最漢の三友と呼ばれる文人画の画題で、高潔な精神の象徴として描かれていました。日民貿易が盛んだった時代に商人や僧侶を通じ多くの唐物が輸入され、足合釜の文様はその影響を受けたと思われます。それが足利将軍や貴人に好まれ、その結果室町時代の楷書では甲から唐物と一緒に足合釜は肩を並べたのでしょう。足合釜の貴重性として欠かせないのが和づくを使って作られている点です。和づくという専門用語だとピンときませんよね。要するに日本古来の方法で作られた日本の鉄なのです。実は宮崎駿監督のアニメもののけ姫に出てくるタタラバはまさしく和づくや刀等の材料である和光の製鉄所、現在生産量は低くとても高価で貴重な鉄となっています。現在私たちの生活で使われている鉄は和づくと区分するならば洋づくと呼ばれるものです。洋づくは錆びやすく長年の使用に耐えません。和づくは硬くて錆びにくく、うまく手入れすれば表面の錆びが被膜となってさらなる錆びを防いでくれます。そのため500年も前の茶釜が今も現存するわけです。見た目では分かりにくい和づくと洋づくの違い、実は音で判断することができます。口作りのあたりを叩いてみましょう。こちらが洋づくの音、そしてこちらが和づくの音です。分かりやすいですね。私も家に帰って家にある茶釜の音を確認したいと思いました。足合釜の復興に力を注いでいる樋口さん、本日使われている茶釜は樋口さんが制作した重要文化財の浜松図新成釜の写しです。信号さんが素手で蓋のつまみを涼しい顔で取りました。男の人って大変ね、熱い蓋を素手で取るなんてと茶道の稽古場で耳にする言葉です。でも昔作られた釜の蓋は基本的に熱くないそうです。また目の前にあるこの足合釜の蓋もつまみの部分がくるくる回るようになっていて、軸とつまみが離れているため熱伝導しにくいようにできています。つまみの衣装も透かしになっていて空気が流れるので冷えるのです。ここでも職人技が光ります。せっかくなので私も手前座に座り、重要文化財の写しの釜でお茶を立てさせていただくことにしました。座った瞬間に釜鳴りの音が聞こえてきます。茶人の間では松風または将来などと松林を抜ける風に例えて風情な呼び名をつけたりします。この音は
湯がお茶を立てるのに適した温度になったことを知らせています。精悍な茶室で楽しむ釜鳴りの音、釜肌や文様をめでながら、また缶つきや蓋のつまみの衣装などをめでながら一服のお茶を味わう、まさに五感を使って楽しむ茶の湯です。樋口さんは先人の技術をリスペクトしつつ自身の作品も展開しています。その一つに中国青銅器時代の笏をヒントに作られた固形燃料一つでお湯は沸く風呂と釜のセットがあります。私は野立てに使いたいと注文をさせてもらいました。和作で作られているので子孫代々と伝えていけたらと思います。皆さんいかがでしたでしょうか。茶釜の最高峰と言われる芦屋釜を少し知っていただく機会となりましたか。今日お伝えしきれなかった制作風景などの動画は概要欄にリンクを貼っておきます。ご興味のある方はぜひクリックしてご覧ください。そしてよろしければグッドボタンとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。